はいどうも、ミニマリストたけるです。今回の動画ではですね、ミニマリストやめますについて思うことについてね、お話をしていきたいと思います。はい、最近多いですよね。僕の大好きな清瀬の遊び人さんも、最近動画をアップされて、ミニマリストなどのやめますだったりとか、その前とかは、仙人さんがね、ミニマリストやめますっていう動画を出されていたりとか、最近ですね、結構チラチラ、ミニマリストやめますっていうね、動画を出されている方が結構多いです。あとは、そのだいぶ前になりますけど、ジミヘンさんともね、コラボさせていただきましたけど、ジミヘンさんも、ミニマリストなどのやめますというふうにおっしゃっていて、結構ミニマリストを、ミニマリスト自体をやめたわけではないとは思うんですけど、名乗るのをやめたっていう方が多くて、これ原因何なのかっていうのと、それについて僕自身がね、思うことっていうのを今回動画にしていきたいと思います。はい。で、そのことについてですね、僕先日、ツイートしまして、最近ミニマリストやめました動画が多いですねと。で、ミニマリストを名乗ることが辛くなるという人もいるようです。で、原因はやっぱり批判的なコメントですね。物が多くないですかとか。こういう丁寧な言い方じゃないんですよね。もう物多くねとか、部屋広いよねとか、そんな広い部屋無駄でしょうだったりとかね。なんで〇〇持ってるのだったりとか、生活費高くないミニマリストなのにとかね。もう貧乏臭いとか、お金がないだけでしょだったりとか、もう宗教臭いとか、もう宗教じゃんみたいな感じで、かなり否定的、批判的なコメントが来るというところで、ブログだったりとかね、YouTube だったりとかで発信している方々は、非常に心を痛めてるというか、辛い思いをしてるっていうのはね、もう本当に動画でも言ってたりとか、あとはその直接ね、僕自身もいろんなミニマリストさんに会ったりとかするので、辛いなっていうお話をいろいろ聞いたりとかはしています。で、やっぱりその、なんか現状悲しいなって僕自身思うし、もうちょっと視野を広げてもらえないのかなって思ったりとかもしました。あんまり名前とかは出さないんですけども、やっぱりその直接ね、ミニマリストさんとお会いしててもですね、やっぱりそのミニマリストを名乗ると、例えば物が買えないことにすごくストレスだったりとか、買ったらアンチが騒ぐとか、なんて言うんでしょうね。やっぱりその、ミニマリスト界でもなんか派閥があるらしくって、なんかやっぱりこれはミニマリストじゃないとか、その考え方違うでしょうとかね、本当に自分のその、なんて言うんでしょう。固定概念っていうんですかね。それを、お相手に押し付けてしまっているというところで、ミニマリスト同士でその喧嘩してるみたいな状態になっているので、これ非常に悲しいことだなって思いました。なので、僕自身もですね、いろんなミニマリストさんとコラボしていく中で、やっぱり考え方違うこともあるし、あとはなんて言うんでしょうね。やっぱりいろんな形のミニマリストがいらっしゃるじゃないですか。だから別に僕自身はそれを否定しては来なかったんですよね。例えば、お相手がマットを持っていようが、車を持っていようが、ミニマリストといったら、例えばテレビを持っていようが、例えばどうして持ってるんですかとか、例えば、結構手放す人は多いですけど、持ってる理由とかあるんですかとかって、聞いたりとかはしますけど、僕自身絶対それを否定することってないんですよ。やっぱりそれはなぜかって言ったら、そのライフスタイルっていうのは人それぞれですし、趣味嗜好も違うし、住む地域だったりとかね、経済状況だったりとか、家族構成によっては、全然持ち物も変わってくるじゃないですか。だから僕は絶対に否定することはないです。ただ、その YouTube で発信するとか、Twitter で発信するときに、僕の経験上で、例えばこれを手放すといいですよとか、こういう風にすると自由になれましたよとかっていう風に発信することはあっても、その誰かを特定して否定したりとか批判するってことは絶対ないんですよ。で、それはなぜかって言ったら、やっぱりその先ほどにも言ったように、形は人それぞれだからですね、形だったり色合いだったりとかっていうところで、なんで否定するんだろう、批判するんだろうってつくづくちょっと思っちゃうんですよ。なんで仲間同士で喧嘩するんだろうなと思って。だって、もともとね、5年前とかなんかミニマリストって全然理解されなかったじゃないですか。やっぱりお金がないだけだろうとか、宗教っぽいとか、なんかわーわー言われてきましたよね。で、ようやく最近ミニマリストっていうものが認知されてきて、あ、いいなとか憧れるっていうふうに言われてきたのに、仲間内でなんかギスギスしてたら、なんかそれってすごくもったいないし、むしろなんかもっとなんて言うんでしょうね、そのミニマリズム、ミニマリストっていうものがいいものだって世間に広まってくれたら、それはやっぱり、そのミニマリスト界隈っていうんですかね、その業界自体なんかめちゃくちゃ良くなるのになと思ったりとかしました。で、
僕自身ずっとそれを持ってて、だからコラボとかしたりとかしてたんですよね。結構ミニマリストってその個人でやられてる方とかって多いじゃないですか。結構孤独なイメージってありますよね。それを僕自身ちょっとそのなんか取っ払いたくて、でそのミニマリスト同士のつながりっていうのを作っていきたかったんですよ。やっぱりその周りから理解されづらいですし、なんて言うんでしょう、もっとまあやっぱりミニマリストの魅力っていうのを広めていきたいっていうところもあって、やっぱ一人じゃなんともならないんですよ。なので僕自身は、例えば登録者が全く少なかったりとか全然発信活動してない方でもコラボしてたのは、まあそれも理由だったりとかするんですよね。でそうやってつながりを作るからこそ、まあ悩みを打ち分けられたりとか、まあいろんなその、まあ、ミニマリスト関連のお仕事ができたりとかしてきたので、まあね、まあこう言ってもあれなのかもしれないですけど、もっと仲良くしていこうよっていうふうに思ったりとかしますね。で、まあその批判的なコメントに対してね、まあ、僕自身ちょっと回答していきたいと思います。まずですね、物多くねっていうコメントですねに関してなんですけども、まあ、これは本当に住む地域だったりとかね、それこそあったかいところに住むのか雪国に住むのかによっても変わってくるし、家族構成だったり働き方だったりとかによって全然持つものって変わるじゃないですか。だからその物の数でね、そのなんて言うんでしょうね、相手を責めるのはちょっと違うなっていうふうには僕自身は思います。もちろん、まあ、お部屋がめちゃくちゃ汚くてごちゃごちゃしてるのにミニマリストに名乗ってるのはちょっとどうかなとは思いますけども、まあでもね、物の数でミニマリストがどうかっていうその定義できるわけでもないし、ミニマリストそのものに、ね、定義とかルールあるわけじゃないんで全然いいんですけど、やっぱり本人がもう必要なものしか持ってないと。で、まあ、無駄なものがなくて、何かその一点に集中するためになんか余計なものを削ぎ落としてる。そして、まあ、心のゆとりだったりとか経済的なゆとりだったりとか時間的なゆとりを感じるのであれば、全然僕自身は、ミニマリストなんじゃないかなっていうふうに僕自身は思っています。なのでまあ、発信してる方がね、この動画見てるか分かんないですけども、まあそこまで物が多いからうんぬんかんぬんっていうのはあまり気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。全然物買ってもいいと思うし、好きなね、その趣味なものに関してはたくさん持つのも全然ありかなって思います。はい。やっぱり人生楽しむためにミニマリズムっていうものがあるのでね、その手段であって目的じゃないので、そこはね、自分の楽しみだったりとか、やりたいことだったりとか、削ってまではやらない方がいいじゃないですか。で、それを削ることがミニマリズムでは絶対ないので、まあ、好きなことはとことん追求してほしいなって思います。はい。で、あと、お部屋広くねっていう、まあ、コメントとかもたまにあったりとかするんですけど、別にその小さい部屋に住むことが別にミニマリストってわけじゃないですからね。お金に困ってる人は、まあ、例えば小さい部屋に住めば家賃が安くなるから経済的に豊かになれるよっていうだけであって、別にその経済的に豊かであれば別に都心に住もうがちょっと広い部屋に住もうが全然いいわけですよ。お金に余裕がある人はね、お金に困ってればあんまりおすすめはしないですけども、でも広い空間にポツンとあるものが好きっていう人も絶対いますよね。例えば、まあ、美術館だったりとか芸術なんかもなんかそれにあるじゃないですか。めちゃくちゃそのでっかいキャンパスだったりとか広い空間にポツンとあるからこそ、まあ、それが美しいっていう風に思えたりとか、まあ、癒されたりとか感動するっていうのは、まあ、少なからずあるじゃないですか。だから、まあ、結局密度なんだと思います。たとえ広い空間に対しても、何か目立たせたいというか、めちゃくちゃ好きなものを、際立たせるというか、それだけしか、まあ、集中できないというか、そのことだけを考えられるようにする上で、やっぱり密度っていうのが、やっぱり大事になってくるので、まあ、そこまで部屋が広いからといって、ミニマリストじゃないっていうのは、まあ、ちょっと違うんじゃないかなって、個人的には思ってます。まあ、要は部屋の広さで定義するのもちょっと違うよねっていうのは、ちょっと伝えておきたいですね。はい。で、あとは、なんで何々持ってるのっていうことですね。まあ、例えば、テレビだったりとか、マットだったりとか、まあ、ミニマリストが共通してね、持ってないものとかもあると思うんですけど、まあ、これも本当家族構成だったりとか、住む地域によってね、全然変わってきますよね。寒い地域であれば、冬服も増えるでしょうし、長靴を持ったりとか、スコップを持ったりとか、石油ストーブがあったりとかね、するじゃないですか。だから、あとは、まあ、その趣味の道具とかですよね。まあそこもですね、まあ本当に自分自身がその人生を楽しく幸せに生きるために何を持った方がいいのか、そして逆に何は足かせになるのかっていうところで、
まあ、ミニマリズムを考えるのが一番なんじゃないかなって思います。だから全然我が家にもテレビあるし、それでも全然身軽な生活を送れているので、全然いいんじゃないかなって思います。で、あとはですね、生活費高くねっていう批判的なコメントもあるんですけども、これもですね、まあ、ぶっちゃけどっちでもいいっていうところで、ミニマリストだから、まあ、月10万円で生活しなきゃいけないっていうルール定義ってないんですよ。これも、お部屋の広さと同じでですね、お金に困ってる人とか、まあ、借金がある人とかは、生活費は絶対削った方がいいですよね。それが幸せな人生につながっていくから。でも、よく考えてみてほしいんですよ。収入が上がっても月10万円生活で暮らすのもありといえばありですよね。だけど別にそこに幸せを感じない人もいるわけですよ。例えば僕自身は何かやりたいこととか目標を叶えるために自己投資だったりとか人に会ったりとかにお金を使いたいから、もう月10万円生活はもう脱却したわけですよね。はい。で、あとは会社の社長さんだったりとかすれば、例えばその事業投資だったりとか、まあ、これ会社のお金になるかもしれないですけど、まあそういったところでお金を使いたい。お金は必要だから、まあたくさんお金を稼いだりとか、生活費が上がったりとかする方とかもいらっしゃるし、まあそれこそスティーブ・ジョブズなんかもね、ミニマリストっていうふうには有名ですけど、彼自身月10万円で生活してたかって言ったらそうじゃないけど、でもミニマリストっていうふうに、まあ皆さんイメージされるじゃないですか。だから、その生活費云々でミニマリストを定義するっていうのもちょっとどうなのかなって僕自身は思います。あとはですね、まあ、お金がないからでしょうとか、まあ、貧乏くさいよねっていうふうに言われることに関しては、まあ正直ね、僕自身も否定はできません。昔そうだったんで、だぶっちゃけ僕がミニマリスト目指し始めたのも、貧乏だったからだし、お金がなかったからだし、まあ、当時ね、その言われたことに対しては、まあ確かにそうだよなと思ったりとかもしたけど、でもそう言われて、でも生活スタイル変えるのはちょっと違うなと思っていて、まあ、ゆくゆくミニマリスト生活を続けることで、まあ、節約にもなるし、貯金も増えていくしっていうところで、まあ、全然その経済的に豊かになれるのがミニマリストだと思っているので、まあ、言われてね、まあ、やっぱり傷つくこともあると思うんですけども、まあでも、まあ、見返すって言ったらあれなんですけど、僕自身は、もう見てろよと、もう見返してやるっていう思いで、仕事頑張ったりとか、まあ、普段の生活で意識して、まあ、自己投資したりとかね、まあ、豊かに暮らせるように、生活をしていました。その結果、まあ、時間的自由も得られましたし、経済的自由も得られましたし、まあ、見返すつもりは、まあ、さらさらないですけど、まあまあ、でも、まあ、貧乏と言われようが、お金がないからでしょって言われようが、まあ、最終的に長期的な目線で見れば、豊かな人生になるのがミニマリスト生活だと思ってるので、まあ、そう言われて、傷ついてる人とかね、まあ、気にされてる方は特に気にしなくてもいいんじゃないかなって、個人的には思います。で、あとは、宗教じゃんっていう批判的なコメントですね。まあ、これに関してはですね、もう、どういう発信しようが言われます。ビジネス系 YouTuber の方もやっぱり言われてますし、特にですね、まあ、お金を稼ぐとか、お金の話をするとですね、もう決まって宗教じゃんっていうふうに言われたりとかします。はい。もうこれは、まあ、言い方を変えれば、やっぱり信じるものがある、信じる人がいるっていうのはやっぱり大事になってくると思うんですよ。何にも信じられなかったら、もうそれこそ自分の人生変わらないと思うし、孤独な人生を送ると思うんですよ。だから、まあ、言い方ですよね、ものは。うん、やっぱり、まあ、宗教じゃんって僕自身もよく言われますけど、別にその信じてくれる人があったり、いたりとか、まあ、なんて言うんでしょう。それでね、一人でも多くの人の人生が変わったりとか、まあ、感動を与えられたりとか、安心感を与えられたりとか、まあ、なんか快適な時間を送れただけでもね、すごくありがたいなっていうふうに思うし、だからまあ別に僕自身は宗教だからとか、なんか言われても特にも気にしないんですけども、まあそれでね、なんか発信ちょっとするのやめようかなとか、なんか発信するのが怖いなって思う方とかもいらっしゃると思うんですけど、まあ特に気にしなくていいんじゃないかなって思います。だから、まあ結論としては、まあ何が言いたいかっていうと、まあいろいろね、そのミニマリストに対してね、まあ批判的なコメントだったりとか、否定的なコメント来ると思います。やっぱり、発信するとそういうのがついて回ると思うんですけども、一番は気にしないことです。無視するとか、ブロックするとかっていうのはありじゃないかなと思います。僕自身はですね、やっぱりそういう人たちに、振り回されたくないっていうふうに思っているので、まあ、コメント欄閉じたりとか、まあ、承認制にしたりとか、いいコメントだけを残すようにして、やっぱり応援コメントってすごくありがたいので、まあ、そういった方々の、まあ、意見だったりとかね、コメントはまあ素直に受け入れて、まあ、批判的なコメント聞いたところでね、全然自分の人生にとっては、まあ、そこまで、いい影響っていうのはないので、まあ、そういうのはもう無視したりとかブロックしたりとか閉じちゃった方が、いいんじゃないかなって思います。
というところで、今回の動画ではですね、ミニマリストやめますについて思うことを動画に撮ってきました。ということで今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。